サイコメトリーとは超能力の一種。実際にはサイコメトリーという能力の範囲の厳密な定義はないが、最も主な特徴は物体に残る人の残留思念を読み取ることである。とりわけ液体に思念が残ることが多いとされ、テレビ番組などでは湖や沼などで能力が使われることが多い。サイコメトリーという言葉はアメリカの心霊研究家であるジョセフ・ローズ・ブキャナンが 提唱した用語であると書かれている。心霊考古学とは、過去を知る手段に、霊能者のサイコメトリーや投資などの能力を使用する、考古学研究のことである。マサチューセッツ工科大学のスティーブン・シュワルツによれば、75年に、わたって、投資能力者と考古学者の関係は続いている。考古学者、クラレンス・ワイアントは、オルメカ文明の重要な遺跡トレス・サポテスを、 発見したが、後の人類学会の年次総会で、この発見はある、超能力者の援助がなければできなかっただろうと、述べている。また、オランダのユトレヒト州立大学の、超心理学研究所長の WH. ハフと、南アフリカのウィトアーテルスラント大学のマリウス・バルコフは、オランダの能力者、ジェラルド・クロワゼが、小さな骨の一辺からでも、 その物体の背景を正確に描写できることを発見している。また、ニューヨークの臨床心理学者、ローレス・スリジャンは当初、サイコメトリーに怪奇的であったが、能力者、アイリーン・ギャレットが小さな欠片からその物体の歴史を描写できることを発見し、肯定的な姿勢に転じたとされている。ポーランド人であるステファン・オソベツキーは、発掘された。 考古学品の過去を見通す能力があることで知られていた。1935年、ポーランドの民族学者であるスタニスラフ・ポニアトスキーは、世界中の遺跡から集めたヒューチーシや石器などを使って、オソビエツキーの能力の実験を行った。それらの遺跡類は、外見からは、正体がわからず、まだオソビエツキー自身の目に触れられないよう最新の注意が払われていた。 実験が行われた結果、オソビエツキーは、石器類の使用されていた、年代、発見された場所や、それを生み出した文化などを、次々と正確に描写した。オソビエツキーの描写がポニアとスキーの情報を得意違う、時が幾度かあったが、後にポニアとスキーの情報に、誤りがあったことが判明した。紀元前1万5000年から、紀元前1万年前の間に、フランスで栄えた。 マグダレニアン人の石器を手にしたオソビエツキーは、マグダレニアン人の女性はとても手の込んだ髪型をしていると描写した。これは当時の通説からは離れた見解だったが、後にマグダレニアン人の女性の彫像が発見されるに及び正しい見方であったことが実証された。この例のように当初は誤っていると判断されたオソビエツキーの描写が後に正しいと判明した事例は、 100を超える。オソビエツキーは、石器時代の人々は、油のランプを使っていたと発言したが、後に、フランスのブルゴーニュ地域圏で、彼が描写した通りの形と大きさのランプが発掘された。またオソビエツキーは、石器時代の人々の住居形態や埋葬習慣、狩猟対象の動物などの詳細な絵を描いたが、それらは後に、考古学上の発見で正しいと立証された。 カナダ考古学会の副会長であったノーマン・エマーソンはサイコメトリーを通した考古学研究の可能性について研究している。エマーソンは当初会議的であったが、ジョージ・マクマレンという名のトラック運転手の能力を研究した結果、肯定的な見方に展開した。マクマレンは物や遺跡を眺めるだけでそれらの過去を言い当てることができたとされている。 マクマレンは何もない大地の上を歩き、そこがイロクウイ族の共同生活があった場所だと発言したが、6ヶ月後の発掘により、それが事実であることが判明した。エマーソンは1973年の年次学会の席上で考古学調査において、超能力者の使用を広げていくことは最優先事項だと述べている。1892年3月、 ペンシルバニア大学の教授ヘルマン・ヒルプレヒトは、バビロニアの古代都市ニップルから出土した国文の写しをチェックしていた。一向に解釈できない国文を前にヒルプレヒトは披露し、眠りに落ちた。そして、驚くべき夢を見た。夢の中では、バビロニアの潮位をまとった神官が訪れ、ヘルプレヒトをニップルのベル神殿の宝物庫に案内した。 神殿の床には目のウが散らばっていた。神官はあなたが22ページと26ページに別々に掲載した断片は本来一つのものだと語りその由来を説明し始めた。それによれば、クリガルズ王による直命に従い、ニニブ神像の耳飾りを作るために、円筒三つに切り分け、それぞれが元の文の一部を含む三つのリングに分割した。うち二つは、 ヒルプレヒトが持つリングで最後の一体はまだ見つかっていないという夢から覚めたヒルプレヒトはニップルの国文をもう一度調べ直したすると二つのリングに刻み込まれた文字が一つにつながることに気づいた文字は以下のように解読できた主であるベルの息子に二部紙にベルの大見和感たるクリガルズがこれを奉納した その後、ヒルプレヒトがこの夢について同僚に話した際、イスタンブールの博物館にある二つのメノーのリングの色がなぜか互いに異なっているという話を聞かされた。イスタンブールに旅したヒルプレヒトは博物館の二つのリングを重ね合わせ、元が同じ円筒であったことを確認した。ヒルプレヒトは夢を見たことにより数百マイル離れたところにあって、 現物を見たこともない出土品を結びつけることができた。サイコメトリーを備えた人間を一般的にはサイコメトリストと呼称するが、漫画サイコメトラーエイジでは語呂の良さからサイコメトラーという造語を使用している。よって SF 漫画、ガンムなどに見られるようにサイコメトリストを用いるのが本来的であるがサイコメトラーエイジの影響によりサイコメトラーという単語も 日本では一般に浸透している。ありがとうございます。